はい、じゃあやっていきますね。今は、下地まで終わってます。で、着物の時のメイクの最大のポイントは、マット肌に仕上げるっていうことですね。ツヤっぽい肌っていうよりはちょっとあの桃みたいな肌、リンゴみたいな肌よりは桃みたいな肌に仕上げていきます。なので今日使うファンデーションはリキッドエクリームじゃなくてパウダーファンデーション使っていきます。はい、普段私はリキッドがほとんどで、たまにまあクリーム使ったりするんですけど、パウダーはあんまり使わないんですね。で、ただ今日はこの着物メイクのためにパウダーファンデーション買ってみました。カバーマークモイチャーベール LXMN20 っていうお色味です。パウダリーファンデーションは油分がないので、下地をのり代わりというかにしてやっていきます。で、それが薄いと薄づき、まあ、一概には言えないですけど、薄いと薄づきになったり、それがすごいたっぷりついてるとやっぱりたっぷりつくので、そこはこの結構下地の量とかも重要になってくるので、あんまりボタ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 つけちゃうとすっごい厚ぼったい肌になっちゃうので注意してください。はい、じゃあファンデーション塗っていきます。このね、今目の下この部分にまず最初に置いたんですけど、ここを明るくするので、ここはファンデーション強めです。で、あとは、ここよりは強くしない。この中心部は割としっかりつけますけど、この生え際とか横顔とかまでしっかりつけちゃうと、とてもなんか厚塗り感が出るので、そこは強弱つけていきます。パウダーファンデーションって塗りやすいから本当に均一にバーって塗りがちなんですけど、そうじゃなくて、さっきも言ったように目の下やこのおでこの中心、この辺を明るくしたいから、この手のひらの中、このお顔の中心部分はしっかり塗って、あとはぼかすというようなグラデーションつけていくことが大事ですね。で、このカバーマークのファンデーションすごい、パウダーファンデーションなんですけど、カバー力がすごいあって、まあ、クマとかね、あのシミとか気になった場合はファンデーションの、パウダリーのファンデーションの前にコンシーラーでカバーしていくんですけど、これはね、気になるところちょっと重ねてあげたらカバーできちゃうから、すごい感動です。私これのね、クリームファンデーション使ってるんですけど、それもすごいカバー力があって、しっかり肌を作りたい時とかはそっちを使うんですけど、このパウダーファンデーションもいいですね。さすがカバーマーク。さっき言ったように全部を一生懸命つきすぎちゃうと、もう吹き肌みたいな感じになっちゃうから気をつけてください。気になるところだけ重ねてあげる、で、着物の時よりマット肌にするのはですね、あの油分があるファンデーションを使うとやっぱりちょっとみずみずしくなって、こうまあいいように言えばツヤっぽいというか、で、悪いようにもちょっとテラテラ映っちゃうからですね、着物って結構あのボリュームが出るんですね。だから、その肌とのバランスが悪くて、なんていうんですかね、肌だけちょっとこうチープな感じに見えちゃうから、着物と合わせた時は、だから、マットにホワーと仕上げます。で、私は、パウダリーファンデーションの後に、ナノコナプラスですね。これもお気に入りのアイテムの一つですけど、首輪に今ね、ナノコナを重ねて塗ったんですけど、ちょっとやっぱり白くなるんですね。でも、もう首が白い方が綺麗ですからね、しっかりつけるとちょっとトーンアップする、ナノコナは。はい、ベースメイクこんな感じです。で、続いてはアイメイクですね。お着物だから、普段ブラウン使われる方多いかなと思う。私もまあブラウンが多いのは多いんですけど、今日はですね、ちょっとあの
すませないように、影色っていうよりはちょっと肌を明るく見せてくれるような色に使いたいと思います。この辺ですね、ちょっと上品な色使っていきます。こんな色、まずはこれで、まぶたのくすみを取っていきますね。色味を見せるっていうよりは、パープルの、上品な感じをふわっと出せたらいいなっていうぐらいの発色に終わらせておきます。で、次この色にしようかな、これぐらいの、まぶたがちょっと明るくなったかなっていうぐらいの発色で終わります。はい、ちょっといつもよりは強めに入れてます。っていうのは今日、ね、撮影もあるので、あの目元とかがやっぱりボケてしまうと、写真映えしないからですね、ちょっと強めですね。アイカラーを抑えた分アイラインもちょっと強めです。でこのままね、マスカラとかいってもいいんですけど、ちょっと雰囲気見るために眉毛先に描きますね。眉のポイントは、あまりこう強い角度をつけないことですね。どちらかというと和装に合わせるんだったらなだらかな眉毛の方が和装の雰囲気が出ますね。はい、でもう一つポイントは、今日撮影っていうのもあるので、この眉山から眉尻を強めに描きます。その方が、お顔写りがすっきりして見えるので、ここがボケちゃうと、例えば強いフラッシュで眉毛が飛んじゃって短くなっちゃったりとか、なんだか印象がボケちゃう感じになるので、ここはしっかりです。眉毛全体を同じように、強く描いてしまうとのっぺりした印象になってしまうので、眉頭はいつもみたいにぼかしますけど、この眉山から眉尻はすっきりした線でちょっと強く描きますね。だからここは、ペンシルでちょっとグッグッと描いてあげた方がいいですね。そしたらコンシーラーで眉の修正ですね。これは絶対やった方がいいですね。普段やっても絶対いいですけど、こういう着物を着るよとか撮影だよっていう時はもう絶対します。これは、今今コンシーラーでカバーしたところにハイライトを入れますね。で今日撮影だから、何回も言いますけど、撮影だからつけまつげしてみようと思います。はい、そしたらチークですね。チークはちょっとこの淡いピンクいきましょうか。着物の雰囲気にもよるかなと思うんですけど、あんまりシャドウ色みたいなのは入れないですね、着物の時は。どっちかっていうと、メリハリをつけるっていうよりも、割と、洋装と比べたらメリハリはつけないメイクの方が和装には映えるので、例えば、ここら辺のシェーディングとかノーズをすごい入れるとかは、ドレスの時とかはいいかなと思うんですけど、和装の時はしないですね。で、ここの生え際のカバーはですね、こういうそれこそ影の色を使うこともあるんですけど、今日は、チーク色でカバーしていきたいと思います。あんまりね、くすませたくないっていうのがあるので、どっちかっていうと血色を足してあげて、こういう生え際をカバーしてあげます。ここに塗り込んじゃう。で、最後リップですね。はい、じゃあメイク完成しました。和装はですね、一番のポイントは、肌をマットに作るっていうことですね。ツヤ肌っていうよりはマットな肌の方がお着物に合います。あと、眉毛はそんなにこうグーンって角度をつけた眉毛っていうよりは、ちょっと角度が優しい眉毛の方が、
和装っぽいお顔作りになるっていうのと、陰影をすごくつけたメリハリのあるお顔というよりは、ふわーっとした雰囲気のお顔作りの方が似合うっていうのと、アイカラーっていうよりはアイラインをしっかりでリップをきれいに描くっていうことが和装メイクのポイントになるかなと思います。皆さんもね、着物着ることがあったら挑戦してみてください。はい、じゃあこれから髪の毛作って着物に着替えて仕上がり見てみてください。いいね、この前髪がさ、ある方がいいと思う、ない方がいいと思う。入っていい？いいよ。多分私これぐらいの角度でいいですよ。こうと。当たる方が良くない？あ？当たる方が良くない？あ、当たる方がいい。どう？どうでしょう？どうでしょう。着物っぽくない？着物っぽいよね。いいよね。できました。こんな感じでいこうと思います。はい、ちょっと今日大ぶりのねピアスも合わせてみようかなと思うんですけど、まあ、和装の時ねあんまりねこうアクセサリーつけてない方が上品かなと思うんですけど、今日ちょっと着物が落ち着いた色味なのでアクセサリーもつけていこうかなと思います。はい、こんな感じです、うん。